ご利益あったかも。もうあの近所にピアノ教室があるんだ。夜な夜な誰もいないのにピアノの音がするんだよ。でも弾いてみると心の安らぐ音色だったんだ。なのにある時を境にそれが不気味な音色に変わったんだよ。それが少し気になっていてね。よくある怪異話だが、音色が変わったか。何かの理由で音が汚れたのかもしれないな。あのピアノ教室の音色。メーカーがいっぱいあるな。なんでだろう。コインパーキングだからだろ。ああ、そっか。え？そういうことなの？何か演奏、あれを見ろ。Thank you.
から音が聞こえる。汚れた音色に引き寄せられたのか。この迷惑な演奏をやめさせようぜ。音が止んだ。誰もいないか。何かないかな。この子が演奏しているのかな。確かに曲は月光だった気がする。これって子さんより子供の天才の方が人気は出るよな。また始まったぞ。あなたたち誰ですか。君がピアノを弾いていたの。弾くのはいいが大層近所迷惑になってるぜ。ごめんなさい。迷惑をかけるつもりはないんです。私はただ月光を弾きたいだけなんです。コンクールで弾いた思い出の曲だから。でもなぜかピアノの音色が変わってしまって、いくら弾いても思い通りの演奏にならないんです。何が原因なんだろう。この子の演奏は音そのものが汚れていた。汚れを生み出している何かを特定するしかないな。この絵、あれ違うのかな。誰だこれ。雑誌に載っていた音楽家か。さてはこいつが汚れの原因だな。僕は嫌いじゃないのか。才能だよ。こいつはこの子の才能に嫉妬してるんだよ。私は天才など認めない。私が最も偉大だ。おいおい、子供相手にみっともねえぞ。大人は黙って子供を見守るもんだぜ。
う大丈夫だよ。これでまた月光が引けるね。はい、ありがとうございます。いい曲だな。そういうこともわかるんだね。どういう意味だよ。よかった、私ちゃんと弾ける。ちゃんと月光が弾けるんだ。よかった。もう弾けないのはちょっと残念かもな。そうだね。聞いてよ、元の音色に戻ったんだね。心が安らぐよね。信心深いな。こういう時だからね。どうやって登ろうか。周りにあるものが少しくれば。どうだ。
ビルのエレベーターが使えるんじゃないか？少しずつだが近づいてるぞ。うん、こうやって行くしかないね。人助けも大変だな。やけにそっけないな。その襖にはかつて竜が描かれていました。合戦に敗れた武家の者が仲間を弔おうと思い、彼らの血を墨に混ぜ竜を描いたのです。しかし弔いの竜はこの地に災いをもたらしました。死者の血で汚れちまったんだろうな。それだけ死んだ者の恨みが大きかったってことか。その時の住職はすぐにこの襖を焼き払おうとしました。ですが竜は襖から抜け出し、地面にある流血に飛び込んだのです。そして流脈の中に消えていったと言われています。絵の竜が逃げた？そんなことが本当に？汚れが原因ならあり得るぜ。流脈に流血。少しこの辺りを調べてみるか。おそらく竜脈の中に竜は潜んでいるはずだ。KK、あそこ。竜は竜脈を移動してる。追えば流血があるはずだ。
よし、こいつを閉じるぞ。待て。逃げた先にも流血があるはずだ。それも閉じるぞ。そうすれば竜は行き場を失い俺たちの前に出てくる。流血があるはずだ。全部閉じるんだね。了解。できたんじゃないか。
場所に戻るんだ。寺に戻ってみるか。あの絵がどうなってるか気になる。竜の汚れは払った。ようやくこれで真っ当な弔いができるぜ。ありがとうございます。これで長年の災いが消えるでしょう。こうして見るとよくできた絵だね。ああ今にも飛び出しそうだ。実際飛び出しちまってたけどな。あとは外に送るだけだ。技を覚えられそうだな。より強力な技まで待つのもあり。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったぜ。今のはきついぜ。そうだね。
しないでほしいよ。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったね。迂闊に近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。
じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。いい手際だ。大丈夫なの？前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。物資は補充できたな。
第二球に置いて河童をおびき寄せる。出た。どうすればいい？キュウリを食い始めるので隠れて待つ。キュウリ食ってる時が狙い目だぞ。焦んなよ。霊視してあいつの動きを探るんだ。カッパがキュウリを食べている時がチャンスだぞ。キュウリを食べた。ああ、静かに。お前も妖怪好きだね。好きとはちょっと違うかな。足元に気をつけろよ。油断すると転ぶぞ。強くなってるのがわかる。奥に行ってくれ。おっと、出てきやがったか。だがこんな時に。電源を復旧できるかな。電源ならあのライトが転がっている方が。
レジ、何を技を習得できるくらい強くなっているぞ。汚れが悪さしてやがったのか。なんだこりゃ。奥に行ってくれ。出てきやがった。こんな時に電源を復旧できるかな。電源ならあのライトが転がっている方にあったはずだ。停止してみよう。何か分かるかもしれない。
敵の動きを見ろ。わかった。
今のお前なら新しい技を習得できそうだな。その部屋だ。取ってみろ。凛子が使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ、今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないって、どうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどこかの世話焼きかもな。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど KK、どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。冥界の交流はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだ。リンコのやつ好き勝手言いやがって。そんなのがリサイクルショップで売ってるの？普通のやつは気づかないだけで、その辺に転がってることもある。汚れた物品か。調べる価値はあるな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、
忍者に関する音声を20分聞かされた。あのバイク、すごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイクもそうだな。自分でロボット…目が覚めたよ。これで終わりかな。まっすぐなよ。あとは外に送るだけだ。すごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイクもそうだな。自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。
した方がいいぞ。さすがに疲れたか？大丈夫だよ。たまにかな。基本自炊だし。お前偉いな。
話のわかる神様だな。またお前か、陽介。前に遊んでやっただろう。ダメ、まだ終わってないよ。だから、隠れもしよ。こいつの執着心は少し妙だな。付き合ってみてもいいかもな。やったー。僕、神社のどこかに隠れるから探してね。慈悲深く覚えてくるぜ。
がかかってやがる。どこかにないか探してみようぜ。ご利益あったかも。話のわかる神様だな。
まあ、悪いわけじゃなさそうだ。そうだね。おかしいな、社の鍵がない。本殿に置いてたはずなんだけど。どうだ、ご利益あったかも。社の鍵だな。かくれんぼを終わらせるぞ。あれ、いねえな。どこ行った？ねえ、ケイケ。これ、噂の神隠しとかじゃないよね。さあな、飽きて帰っただけかもな。ともかく、かくれんぼは終わりだな。